続いてこちらの話題です。はい、今週の土曜日に JR 霞駅前に上町で唯一のカフェベーカリーがオープンします。目玉はですね、地酒を使った新しいパン。カメラがプレオープンまでの道のりに密着しました。年の瀬も間近に迫った先月25日、まだ改装が終わっていないオープン前のお店で研修会が開かれていました。パン屋さんで働いていた時以来になるんで、だいぶブランクがあって、機材には慣れてるんですけど、同じレシピを厨房でやるっていうのが初めてなので、感覚が全然違います。上町の霞駅前に今月16日オープン予定のカフェベーカリークラムブレッド&コーヒー。ここ霞の駅前なんですけども、僕も18まで、この駅前で生まれ育って、で大阪に暮らしてた時期もあったんですけども、もともと結婚前から夫婦でお店を持ちたいという、まあ思いがありまして、この町で始めるという前提で物件を探してまして、当然事業をするのも初めてのことなんで、私がまだ会社員やってる頃から妻の方が商工会の方に相談に行きまして、はい、この日は兵庫県商工会連合会の専門家派遣制度で奈良県から2人のパン職人が来訪。機材の使用方法から開業に先立つ指導までをオーナーの夫婦に伝授しました。上町商工会では日々経営相談や創業相談対応をしているんですけれども、のクラムさんにつきましても霞でパン屋さんをオープンしたいということで相談をいただいたことをきっかけに支援することになりました。その結果として上町で唯一となるカフェベーカリーが誕生することになりました。売りは甘酒食パンなんですけれども、都会で修行されてこられた職人さんの技術と上町で長年愛されてきた地酒のコラボが新たな化学反応を起こしたと思っております。そうなんです、お店の看板商品が地元の日本酒霞鶴の酒粕で作ったという自家製甘酒を使用した甘酒食パン。霞っていうとやっぱり霞鶴日本酒が有名で酒蔵があるので、パンに入れてみるのはどうかなと思って、ちょっと調べてみたら、その風味が増すのもそうなんですけど、こうソフトに仕上がるとか、お砂糖にない甘みが出るとか、色づきが良くなるとか、パンとの相性が良さそうだったので、研究を重ねた甘酒食パン、お店の機材を使って初めての焼き上げです。めっちゃ緊張します、ね、どうなるんでしょうこっちもハラハラしますけど、どうなんでしょう。あ、いい色、いい色ですね。あ、これしたい、これしたらかっこいい、これかっこいい、気持ちいいスポットね、綺麗に出てきました。さあさあ、いい音です、いい音してますよ、ね、美味しそう。果たしてそのお味は？どうだ？どうだ？あ、どっちだ？どっちだ？え？え？え？どっち？いいんです。よかった。よかった。食べました。食べました。食べましたね。毎日食べるので食べやすいと思います。ちょうどいい。はい、ちょっと良かった、笑ってくれた自分で言うの大満足の出来だ、さあ、そして迎えたプレオープンの日。この日はあいにくの大雪だったんですよね。ただ多くのお客さんがこのように来店してくれました。地元のお客さんの評判は上々のようです。
で、この日用意していたパンは大雪で少なかったんですが、それでも昼頃には完売することができました。もうちょっとたくさん用意して、とりあえずこのプレの期間中に来ていただいた方に本オープン後もまた続けて来てもらえるようなサービスをできればなと思います。駅前がちょっとでも盛り上がるのに一役買いたいなとも思いますし、街全体の活性化につながればなと思います。霞でお商売をするっていうのが悩んだこともあったんですけども、過疎化とか高齢化で悩んでいる町なので、逆にそういう意味でここでやるっていう決意は皆さんに喜んでもっと賑やかな町になってもらいたいなっていう思いがあったので、人が集まる場所を作れたっていうのが、はい、すごく嬉しいです。大変でしょうけれども、はい、でもとりあえず正直言ってホッとしてると思う。だいぶホッとしてますうん、今日と明日はプレオープンをされているようなんですけれども、はい、美味しそうです。美味しそうです。霞鶴を使っているのもう間違いないですね。間違いないです。お酒だけでも美味しいのにパンになるってきっとふっくら甘いでしょうね。田島の人は本当に優しいのでね、皆さんも応援してくださると思いますよ、ね、私も行こう今度、ね、はい、ご近所さんって言ったらそうです、ね、もう近所です。車で40分ぐらい行って、はい、ご近所の範囲もう近所ですもん、はい、でもどうしても地元のものを使いたいという思いがあられたよう でこれからまた霞鶴さんだけじゃなくって、はい、いろんな地元の企業とコラボレーションして、地元がにぎわう、はい、この霞の駅前がにぎわうきっかけになればということを願ってらっしゃるそうです。田島に素晴らしいものがいっぱいあるのでね、どんどんコラボしていただきたいと思います ね。で、駅が近いので、はい、駅の待合にも使っていただけたらとか、おしゃれだし ねコーヒーも出してらっしゃるそうですし、ぜひぜひ、グランドオープンが今週の土曜日ですのでね、ぜひ感染対策しっかりして皆さん行かれてください、はい。